こんにちは、土の子です。さあ今日もゼルダの伝説やっていきましょう。まずはこの塔を登らなければいけない。さあどうしようかな。ちょっと弓を遠くを投げれる弓、そして水のところは電気の矢がいいよと教えてくれたんで、これでいっちゃうか。おら、あ全然やっつけられてない。でもこあれ一人多分やれば大丈夫だと思うんだけど。おや来たか。違った、普通に魚だった。あどうしようどうしようかな。ちょっと遠いねまだ。これは電気の矢で、まずこいつらをちょっと、おら見たな。なんか綺麗に当たってない気がする。なんであんな近づかないんだ。みんな縄張りかなんかあんのか。なぜ近づかん。僕がもうちょっと近づくか。あ、来た来た来た。うわっもったいねえ。どうしよう。氷の、よし凍らせたね。でちょっと闇をいい弓にしよう。いい弓で雷装備。わあマジか。わあ買って、結構いい装備、いいご飯はもう食べてしまったんだよな。あ木人の剣。あーやべえなー、ちょっとやらかしてるなーやっぱり。あやばいこれ、うわー最悪。よし来い、こっちに、こっちにおびき寄せてからの、あーやばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って、雷ダメダメダメ、雷ダメ。うわ最悪、ボコボコ、これダメだ。これダメだ、やっぱり無理だ。ちょっとゲームをロードします。どっかから飛んでいく、あっちから飛んでいけるのかな。ちょ飛んでいく方式をやってみる。ちょっと微妙に足りないかな高さが、なんとなくだけど、なんとなく高さが足りない気がする。いくぜ。全然意味なさそうなんだが。うわやっぱりここだもんな。どうだ、あ溺れちゃった、もったいな。頑張り系、どうだどうだ、頼む。うわーマジかよ。あーちょっと参っちゃったな。やべなんか、恐ろしいんだけど。いやもう勘弁してくれよほんと。あー嘘ー、よし落ちた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 。
もう勘弁してよ。いや参ったね、ほんと。いけねえかな、これで。あー、くそ。あー、もうもうちょっとでいけそうなのに、悔しい。くっそ、なんなんだよ、ほんと。終わったもう。よし、この間に、この間に上がるぞ。嘘この間に、この間に上がんなきゃ。うわ、マジかよ。これで、もうこ短期勝負だね。短期でどんぐらい上まで上がれるか勝負だ。よし、いけ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 。うわ、しまった、変なとこ登っちゃった。頼む、上上がらせてくれ。来ないで、頼む。うわ、バレてんな。うわ、下に落とした、最悪。下に落としたよ。よし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 、今のうち上がれ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 。もう一回やって、あー、くそ。頑張りゲージが重要だった。頼む、上がらせてくれよ。そっちじゃない、しかも下まで下がる。最悪だ。惜しい感じかも。ちょっと短縮して、いけるいけるいける。気づいてるけど変な方向には気づいてない。おし、ここ最後だよ。頼む、登ってくれるな。ちょっともうここはアイテム使います。よしよし、いけるいけるいける。食べよう。あー、ようやくいけた。何度も挑戦してようやくいけたよ。まあ、これで大十分でしょう。やったー、ついた。嬉しいね、ひときわ嬉しいわ。はあ、めっちゃ時間。あ、誰かいるぞ。上に誰かいたぞ今。ああ、つらかった、つらたん。あ、しかも祠ある。祠あと2つで引き抜けるんでね、今日は引き抜きまで頑張りたい。よし、そういや、双子岩のとこがあったな。誰かコメントで教えてくれたぞ。これは？いやー、すごいっすな。むむ、高いですな。なんかマスオさんみたい。でも超人がいそうな気配が。脅かしてみる。はっ！うわぁ、いつの間に？脅かさないでくれ。どうやって君はこの塔の上まで？何？それはこちらのセリフですとな？質問に対して質問で答えるとは、我が輩は超人の研究をしている学者でな。
ある非常人の目撃証言が多いこの辺りを歩いていると、あのいきなりの大地震によって地面の下からせり上がってきたこの塔に巻き込まれてしまい、それからずっと塔の上から降りられないまま今に至り、まあここで生活しているのだな。生活感全然ないけどよく生きてたな。だがしかし我が輩にとってはピンチこそがチャンスであり、ここは超人の研究にぴったりの場所なんだな。して君は塔の上に登ってきてしまって降りれずに困っているのかな。飛んで降りれますけど。何？超人のように空を飛ぶことができるのか。それは本当か。我が輩はハイリア人が超人のように空を飛ぶ方法の研究をずっとしているのだ。え？飛べるわけではなく滑空するですと？それでも十分なんだな。滑空距離を計算し研究すれば、いつか人は超人のように空を飛べる時代が来ると我が輩は信じて研究を続けることができるのだな。そうだ君、我が輩の研究のためにここから滑空してどのぐらい飛行できるのか飛んでみてはくれないか。君を我が研究鳥人間チャレンジ1号と認定するのだな。我が研究のために滑空を見せてくれたら飛行距離により賞金をお支払いしよう。ぜひ自慢の滑空を我が輩に見せてくれないかな。飛んでみせます。いい返事ですな。なんか金が右上に出たぞ。超人研究の名前に君の偉業も永久に語り継がれることでしょうな。ただ滑空は空を飛ぶのとは違うから、この研究はとても危険なものになるものだな。そこで20ルピーを保険をかけてもらえますか。その覚悟を持ってたんだ。何それ保険って。まあ、飛びますけど。飛びます。着地位置、風向き、現在の体力などを考慮し遠くまで行ける位置を探してほしい。準備ができたら早速滑空スタート。鳥人間チャレンジ1号よ、大空へ前へ。ー20ルピーも払っちまったぜ。さあ僕が滑空するのは祠に向けてだね。うん、あれ、あそこ行きたい。じゃあ行きましょうか。はいはい、来ますぜ。ほいほい。おやべえ。絶対チャレンジしちゃいけないような場所に飛んでいってる今。山の方に飛んでったら早く着いちゃうからね。そのまま進んでいいのかな。これもしかして塔に戻らされる、強制的に。はい、あ、もしかして終わらされちゃう。自信満々で飛び出したのにどうしましたかな。 308.9 メートルしか飛んでないのではないかな。これでは研究がちっとも進みませんな。申し訳ないが商品を支払うことはできませんな。もっとこう超人をイメージして力尽きるまで踏ん張って。え、空中で力尽きたら危ない。では力尽きれないように調整しながら滑空を試みてくださいな。もうどうですかな、もう一滑空。もう十分でしょ、300メートルって。全然驚かないし賞金もないし、保険で20って言うけど君が払ってくれるんかい。もういいや、ちょっとまた今度にしよう。あ、とにかくあそこに行きたい。門屋トマの祠、よし、いいぞ。つながる放物線、放物線を描け。ほう、まずは木がある。木は爆弾で壊せるよね。ほい。ああ、いけた。よし。で、持って、これか。ほい。あ、やべ。あ、僕もいけるのか一緒に。僕はいけ。あ、持ったままか。持ったままいけってことか。あ、ちゃ。あれ、なんか投げちゃったね。先に弾を出すんだ。じゃあ先に弾をここに置き、頑張ってくれ。どうだ、行ってる、行っておる。おお、あ、行ってる。僕も行こう。おや？うわ、6本しかない。もったいな。
僕も飛べるかな。行ってる行ってる、入ったでしょこれ。おし、これあれかな、宝箱を多分取れないんじゃない？じゃあ、あ、今パラセールで行かなきゃいけなかったんだな。もったいないね。これあれ、これ落ちないんだったっけ？多分これだ、こうだと思うんだけど。よし。雷電の剣。へえ。よし、じゃあ克服の証いただき。やりました。さてと、なんだあれ。おい、なんか要塞があるぞ。あんなのあんの。何あれ。あれも神獣か、まさか。双子の塔行くか。さてと、これでこっち側なんでね。どうしようかな、どうやってこう。あれ、やっぱり双子や祠の方に飛んだ方がいいっけ。祠の方に飛ぶか、ちょっと遠いから、高い。多分上にあるよね。行くか。足場を使いつつ最小限の頑張りゲージで進んでいく。雨だけは降ってくれるなよ今。いや、ダメか。ダメだ。ダメだった、しょうがない。最高の食べ物を食べてしまった。頑張りゲージが限界以上を超えて増える。あんまりこれ増えた分はストックできるから、あんまり無駄にしたくないな。ある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 。よし、 B でここでもう手離していいよね。あー、よかった、着いた着いた着いた。よっしゃ。確か写し絵で保存してあるよね、双子の記憶。同じだよね。記憶を残す前に動かしてはならぬと。じゃあ上に上がりましょうか。あ、これでわかるかな。よし、オッケー。で、でだ。どうやるんだっけ。で、写し絵で。来た来た来た。あれ？これか？右左左から2。右左左から2。ほい、どうだ？カモン。オッケー。よっしゃ。できたできた。なんか傾いてるね、この人。やりました。じゃあこっちに行って、さあもう一つの双子もやっていこう。左に右に左、真ん中右、左に右に、いけるかな。左真ん中右、左真ん中右、左に右にか。なんか急ぐとやっぱろくなことないね。これでどうだ。おい、ちょっと待って。なぜ左に右に左、真ん中右でしょ。左に右に左に右に左、真ん中右。合ってないの。なぜ
いや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 、ちょっと待ってよ。なぜこうなった？左に、右に、左真ん中右。左に、右に、左に、右に、左真ん中右。いや、合ってるんだが。どうしてこうなった？もしかして逆？こっちから見てってこと？なんで違ったんだろう。もう動かしちゃったかな、勝手に。え？え？ちょっと待って、待って待って待って、僕今どっちに来た？やべえ、頭がこんがらこれやった方だっけ？これクリア、こっちがクリアしてない方か。僕何やってんだろう、ちょっとやべえ、なんか頭がごちゃごちゃになってきた。ここ、こっちを変えればいいってこと？やば左に、右に、左、真ん中、右。はい。あやっべえ、さっき自分でクリアしたとこから自分がクリアしたところに飛んで、また違うまた元に戻しただけだった今の。恥ずかしい何これ何やってんだ僕、やらかしすぎでしょうはい、クリアしました。ということで、克服の証、あっさりゲット。さあ、マスターソード抜きに行くか。ちょっと頑張りゲージをハートに戻せるみたいなんで、それをやってマスターソード抜きます。果ての村の方って言ってたかな。はい、果ての村までね、やってきました。ちょっとね、さっきのシーンとは実は全然離れててですね、マスターソード抜いてイベントシーンが終わるまで、録画してたんですけど、なんと、さっきのね、録画以降一切声が取れてない、音楽も取れてないっていう事態になってたので、よかった、ゼルダはロード機能っていうのがあって、この果ての村まで戻れたんですよね。なので、もう照明にね、これもうあのコログの村で、マスターソード撮ってるんだけど、みんなにね、動画が、残らないってことで、撮り直しやりたいかなと思います。でちょっともう時間的にね厳しいので、ハートを13個貯めるまでね、今回はやっていこうかなと、今日はねやっていこうかなと思います。器を取引しに来たんだろう。ちょっと残念ながらね、この悪魔のこう見つけるシーンを、カットすることになっちゃいましたね。100ルピーと引き換えにハートの器か頑張りゲージを引き換えられるんですけど、で120ルピーでどっちかに振り分けられると。器を引き取りに来たんだろうと、お願いしますと買い取ってもらって、頑張りをね買い取ってもらい、100ルピー増え、そして頑張りゲージを減って器をハートの器で返してもらうと。これをやることによって20ルピー減るけれども、ハート、頑張りゲージからハートの方に増やせるってことですね。さあ、これで2、4、ロー、ヤー、トー、12、12個溜まってるので、あとは1つ。じゃあハートの器を引き換えに行きます。ハートの器を増やす。これで13個溜まりました。さて、そしたらコログの村の方に行きましょう。さあ、これであそこにあるマスターソードが抜けるハートになったはずです。
じゃあ、ちょっとイベントが始まってしまうのがもう分かってるので、アミーボガチャを最後にやって今日はねここら辺で終わろうかなと思います。まさかの音声取れないなんてことありえるんだね、怖いわ途中からなくなるっていうのが一番困っちゃう。矢は嬉しいね基本的に。さあこれが弓リンク、なんだろう、騎士の歩み、そしてゼルダ姫。ほい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 、琥珀。全然さっきと違うな。王家の剣とか入ったんだけど手に。さあじゃあ次回はねマスターソード引き抜くところからスタートして、そしてねメインチャレンジ、神獣チャレンジかな、なんかも進めていけたらいいなと思います。ということでよかったらまた次も見てください。土の子でした。